重要美術品、妙法、村政。戦士人、波紋が表裏揃うと、いくつかの村政に典型的な特徴が見て取れる。この図では、箱人は、下の一つ目のみ見える。茎の棚小薔は、後の大の村政より、度合いが弱い。妙法村政は、戦国時代、伊勢国区穴の投稿、戦士村小作の日本刀、佐賀藩書大藩主、 鍋島勝重の愛悼。昭和17年12月16日重要美術品、認定。佐賀藩書大藩主、鍋島勝重肖像刀、名、村正妙法蓮華行、栄章重点青い鳥10月13日、長さ 66.4cm、先反り 1.5cm、元幅 2.8cm、甲図クリア胸、機体は、痛め肌で地金うるわし。 波紋は腰元に、村政独特の箱人二つずつ、村政らしく表裏よく揃い、上部は中字下人となり、困る帽子等身表に、草の栗から剣、裏に、略体の栗から剣の彫刻が彫られている。村政は、個人名ではなく数代存在するが、名ぶりからは、江門城村政に作刀した、大の村政の晩年の作と鑑定される。 村政唯一の重要美術品であり、妙法村政と通称され、村政の作品中最も有名な一振りである。村政人や箱人といった、村政の代名詞的な特徴が現れているだけでなく、地金も美しい傑作。また、栗から彫刻が見事で、村政の詩と言われることもある。山城殿の名工平安城、長吉の作を彷彿とさせる。 村政によくある茎の、棚子原という特徴は、この世代の村政の作ではまだあまり顕著ではない。栄翔十天青い鳥十月十三日、つまり、栄翔十年十月十三日は、ゆり薄れ期千五百十三年十一月十日。悲善国佐が藩書大藩主、鍋島勝重の哀悼で、鍋島の鍋と勝重の官位信濃守の、信を合わせた。 鍋べの字が刀の胸に銀像岩で施されている。奇妙なことに、勝重もまた化け猫騒動という風評による被害を受けた人物である。その後、明法村正は勝重から、佐賀藩の師藩を義藩の初代藩主で勝重の長男、鍋島元重とその家系に伝わっていた。重げ認定時の所有者は、鍋島忠まただしようししゃ年の時点では、 東京都在住、渡辺誠一郎像、あとに、個人像。妙法、村政の草の栗から剣彫刻、日蓮宗の曼荼ら、共に、不動妙王は、凡字カーンで表される。表名に、日蓮宗の題目である、妙法蓮華行が切られている。日蓮の教えによれば、この五字に、釈迦の知恵と能力がすべて集約されているのだから、これを唱えるだけで、 成仏必然であると言われ、この代の村政は、日蓮宗に消えしていたことを示すものである。栗から剣とは、黒竜である栗から竜王が巻きついた、灼熱の剣で、不動明王の知恵の利権、つまりその鋭さでもって、一切の煩悩を断ち切る駒の剣の象徴。草の栗から剣は、竜王を精密に彫刻する代わりに、不動明王の趣旨であるカーンで示したもので、 日蓮宗の漫画らで、カーンが描かれるのと対応する。また、10月13日という日付は、日蓮の期日である公安5年10月13日と同じになるように選ばれたと言われ、やはり、日蓮宗への深い信仰心を表している。ク名ナシ本編によれば、もともとク名ナには、大泉寺という天台宗の寺があったが、永正6年にに、 ミノブ駆動寺第十二世保守の火が経営、上落する途上、ク名ナに滞留して、布教を行い、神服した十字の実情は火の弟子となり、火よと改名して、寺を日蓮宗建本寺に改めたという。ちょうど妙法村政作刀の四年前で、村政の日蓮家に時期が合う。なお、その後数十年して、五世住職の秘術の代から十四世住職の、 奇頭没の大の間は、桑名の日蓮宗は一時期衰退し捨たれていたと言われ、実際、後の大の村正は、基本信仰を示す、祖三鳥命の堀りがある担当など、日蓮宗とはかかり割りがない刀剣を制作している。桑名主権本寺、妙法、村正作刀の4年前に、日蓮宗に改修した寺院。江門城村正がこの寺院に帰依した可能性はある。 文紀元年の年の名がある村政の刀とは、村政の書体がかなり違うが、基本的には、江門城村政と同一人物の作とされる。村地は、江門城村政は、横棒二本がほぼ平行だが、両方、村政の村は、下の横棒が、右上方向へ傾斜する。政寺は、さらに違いが激しく、絵文城村政は、生の中の二点をつなげ、 大四角と大五角のつなぎ目があまりかどばらないのに、妙法村正は、性の中の二手を切り離し、大四角と大五角がかなりかどばる。ところが、妙法村正の、永称重点の、性に着目すると、絵文上村正の、性とほぼ同じである。したがって、十二年の間に少しずつ名前の書体を変えてきたものの、年号を切るときについ昔の手癖が出てしまったのだ。 と解釈される。栗から彫刻については、真偽不明だが、一説に、村政本人ではなく、草花の余像という白銀紙が彫ったもの、という伝説もある。なお、美術上では、江門城村政を、初代、村政と呼称する場合が多いが、江門城村政は、前期のように、日蓮宗の経験な信徒である。一方で、古伝では、初代村政は、 明代の法名を名乗ったとされ、また、昭和9年の伊勢新聞の記事での、明治30年頃まで、天台宗仏原因に、陰陰明代の墓があったとする証言とはやや、合致しない。福永水賢は、北勢氏の重要氏族伊勢楠の騎士の系図との、整合性から、江門城村正は、初代村正ではなく三代村正だろう、としている。ありがとうございます。